津波。てん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 。子供は素直です。うん、やっぱり監督の采配、監督とか、うん、なんかね、ピッチャーとかのね、替えがね、ちょっと良くなかったかもしれない。なるほどね。変えるタイミングがダメだったと思った。6歳児に言われてるのくさ。キッズが采配した方が勝てるやろ。大人が思ってることをストレートに言えるのすごいね。絶対立浪この番組見てるわ。子供への教育が行き届いてるね。中日ファンの未来は明るいと確信できたし、なんとかなりそう。岩瀬くんという名前に運命を感じる。これ名前乗せて大丈夫なの？立浪に特定されてしまうだろ。キッズ、采配をなんとかしてくれ。首脳陣よりも幼稚園児の方が中日を理解している。キッズも満たされる素晴らしい球団。中日の将来は安泰です。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。